ユンユンじゃないか。どうした？そんな剣幕で。カズマさん。あ、はい。私、カズマさんの子供が欲しい。モテキュ、入りました。もう一回、言ってくれるかな。カズマさんの子供が欲しいって言いました。ユンユンが子作りすれば、魔王がどうにかなり世界が救われるって言うんだな。困ってる人の頼みを断るわけがないじゃないか。我が勝利こそ世界の定め。めぐみ、私もあなたを信じてる。行くわよ、アイコでしょ。へ。この服の選択に悪意を感じます。いずれコウマ族の長となる者として、メグミンに負けるわけ。